ってくれ。同行者が一人増えても君は気にしないよね。おお、律者、まだ死んでなかったか。挨拶の仕方を変えた方がいいわよ、戦後。いつまで生きるつもりだ。いいわ、少なくとも努力はしてくれたみたいだから。あなたと話がしたいんだけど、時間はある？ないと言ったらお前は消えてくれるのか。そうじゃなかったら聞く必要はないだろう。さっさと話せ。例の裏切り者に関する話がしたい。あなたと桜は毒妖のメンバーだったから、そのことに関して他の人より詳しいと思うんだけど。俺の前で桜を裏切り者と呼ぶな、律者。お前にその資格はない。桜？いいえ、私が言ってるのは。お前たちがどういう目で俺を見てるか知らない。だがあの時、あそこにいた連中が俺よりも人類に見えたか。だから戦後、私が言ってるのは。あいつらは無実の女の子を殺した。恐怖に負けてトリガーを引いて貴重な勝利を手に入れた。歓声を上げた奴らもいたな。クズでゲスな野郎め、死んで当然だ。戦後、落ち着いて。私が聞きたいのは。これ以上何を聞くつもりだ、リッチャー。いいわ、少なくとも私も努力はした。